はい、イメタチャンネルです。今日はね、もうすごいことが起きて、家の中にね、なんかアリがすごくいっぱい発生したんでね、でもう急遽ちょっとこのカメラ反転させます。このアースレッドをね、これをちょっと炊きたいと思います。この QR コードは あと貼っときますんで、これから使用方法ね、YouTube に載ってますん でどんな風にアリが発生したかというと、これ今美味しそうにゼリー食べてるの、これ分かるかな、コクワのメスですね。イメタとの散歩中にね、いたんでね、でそれも気がないとこにいたんで、そのまま死ぬんちゃうかなってね、ちょっと家に持って帰って、マット引いてね、今マットないんですけど、クヌギの木、ね、ゼリーね、あの霧吹きで水をかけていますっていうことでね、それがこのコクワ買って2週間後な、この中にすごいアリがもう大量発生して、で、あの殺虫剤でね、こう殺したんですけどね、でそれでも周り見たらいっぱいこういたんで、今もね、この見えるかな、このプラのね、リサイクルのこう袋、この袋の上とかね、こうアリが歩いてるの分かるかな、こう行ったり来たりとか、だからまだ家の中いっぱいいてるんで、ちょっとこのアースレッドね、12から16畳用ね、だからここと寝室の方、この2箇所、寝室の方ではアリ見てないんですけどね、見てないんやけど、まあ一応念のためにこっちに据えて、でまあ向こうまでね、もう部屋ごと全部で、あのパソコンとかテレビとかなんかそういうのは全部カバーしないといけないっていうことで、まあ大丈夫かな、まあ口にするもんはあのまた洗うんでね、まあ、こういうのは多分煙かかってね、あれするんで、こういう鍋とか、これはまた使用する前に洗いますね。こんだけもうアリが発生したらもう寝てられね。ここにもね、感じたんですよ、生ゴミの中で。ここはあのゴキブリジェット、これちょっときついんやけど、これでこのゴキブリジェットでやっつけました。だけどまだ見えないところにいっぱいいるんでね、ちょっとアースレッド炊くのには、あのまあクワガタもそうやけど、観葉植物とかもね、出しとかなダメなんで、一応これが何の木やったかな、忘れた。こっちがガジュマルの木と、こっちがあの果物何やった、あとで思い出したら貼り付けておきます。で2時間ぐらいちょっとあの戸締まりして外出 しなければいけないんでね、とりあえず洗濯ね、帰ってきた換気と洗濯でも干そうかな思ってね、まあ、今からねちょっとアースレッド炊きますんで、準備できました。この点線までね水を入れるね、点線まで水を入れて、でこれを中に置くと、中に置いてこのカバーをつける、でガスちゃうわ、これ何、火災報知器ね、これはそういうのが、ついてたら、これカバーがあります、専用カバー、まあ僕はあの電源抜いたんで音鳴らないようにしました。ではね、今からこれをね、だから隅々まで行くようにね、アリが
行きそうなところはもう解放してますね。解放してます。痛んでね、実際今もまだかありさね、あるけど悪いけど、ちょっと今からガス炊きます。これ入れてもうそのまま赤い方を上にしてもう置くだけ。ああ入った。で、で今化学反応して1分ぐらいしたら煙が出るんで、あの電気消して避難します。ではでは。ああそれとね、セットして今頃煙がたくさん出てると思います。2時間ね、入ったらいけないんで、まあ、2時間ちょっとねショッピングモールでも行ってきますね。また電動車椅子でね行ってきます。はい、ショッピングモールまでやってきました。こんな感じ。今日はすごく暑いんで車椅子での移動も大変です。ちなみにこんな感じで雨天兼用傘ではないです。僕が雨天兼用にただ使ってるだけです。あ暑い。ちょっと中にでも入ってちょっと涼みたいと思います。